この奥は増加駐車場かな。そのようですね。こここの先も駐車場でいいのか。なんちゅう広い土地を作るの。この駐車場また端っこだけど、結構なことですね。まあそれはいいですね。持つとこね。ああ。嘘ついとる。まだ荷物多いね、わし。新しいトイレ。山道だな。答えた方がいいか、やっぱ。複数人でお願いします。ダメじゃん、ダメじゃないかよ。どうしてくれる。ダメだけど行く。やばいな。立ち入り禁止ってことにはならんと思うけど、とりあえずこの茶色いのに沿っていけばいいかな。てえ、うわ、急降下じゃん。ああ。
それも一応ルートな。虫。くそー。虫を消せんわ。あれ、虫除けどこやった？おうか。やばいなぁ。本当は次回に乗ってはいけませんけど、言うとれんね。しみるしみる。うかうかしとる間に日が暮れてしまう。やばい。あ、でもそんなに複雑な道やねえな。見れる範囲だ。まだ虫来るね。キノコ容器あるぜ、やっぱり。っていうか、虫よけ来るな、おい。キノコだらけ。ブヨだらけ。なんかどこキノコっぽいやつがおるな。あれは毒っぽく、毒に見えて毒じゃないんだっけ。ねえ、新しいレンズのテストも兼ねているんで、あるが、手際がやっぱり良くないね。はっ。いけ。ブヨだらけだっちゅうの、本当に。やめて。おう、寄れるね。夜行けよ、暗くなってへん。あ、これよ。だいぶね、F 値が低いでね、このレンズ。あ、高いか。こっちや。多い。もっと。もっとか。そう、高なあかんな。うん、ストロボ高なあかんか。よいしょ。やーべえ、虫だらけだぞ。
これはまあ、もしも降りそうだ。やばいな。ブーよ。このキノコもすごいな。赤いのっても結構寄ってっちゃいますね。なんででしょう。まあこの程度の道なら、んなひどいもんじゃない。おや？ここからどこ行く？こっちにも道あったみたいだけど、この倒木の山。多分こっちでいいんだよね。あ、なんか建物が見えますね。やばいよ。あれがズマヤか。ちょっと滑りそうな感じになったな。滑りそうな感じやな。東屋に帰れんと。なんて書いてある。ああ、これここで、ね、学びの森エリアが終わるっていうことですか。はい。よいしょっと。まあ、そうかな。
こんな山の中に、あの前作っていいのかっちゅう。まあ、っていうか、また滑りそうだな。靴履いてくれよかった、ちゃんとした。ふれあいの森エリアになるのか、こっから。明るい。また書いてある？とうとう？寄せ書きか。上、階段で、はしごで登ったわけじゃない。書いたやつを上と掲げたのか。裏側は何もない。なんかステージっぽくなっとんの。ブーヨ。からどこなるの？足が。あっち谷になってんだね。あ、この辺も棚だったんじゃないの？この段々。はあ、登ってくの？育ちの森。えらい急やで、これ。えらい急やで、これ。あ、こら。かんな。全く露出が調節できません。まあそんなに奥はない。まあそんなに奥はないと思うけど、ちょっと行ってみようか。痛い急やで。
アスレチックでも合うとまた違うんだろうけど、それはないな、また。っていうか、なんかおるな、カエルか。カエルだね。マムシも出そうだな。警戒していかんと。ちょっと深くなってきたぞ。やばいな。足もやばいな。夢の探検行くんかこれ。あまり深入りしたくないな。でも相撲のパターンだ。うわ、沈んだろ、それ。やばいな。水とかはまれへんかこれ。パターン的に。これ獣の足跡だ。人じゃないなこれ。まずいな。できるかおい。短く見えてもほらな、ありえねえ。ありえねえ。なんだこの穴。なんちゃこれ。あ、ざけんなよバカ野郎。水流れとるじゃないか。ありえねえぞお前。ああやば。ああ、泥くらった。なんだこれ。いや、分かっとることなんだね。分かっとることなんだけどね、こういうとこ行ったらこうなるっていうのは。しゃあね。
危ない。そう。上から行ったら10倍早かったな。危ない危ない危ない。結局元田んぼのとこの行っちゃうからダメだな。ちょっとあぜだったとこ行かんと。ああ、お、赤とんぼですね。これは間違いなく赤とんぼだ。っていうか、脱出しても相当やばいな、これ。下に降りるのが正解なのか？上行っちゃおう。高台に出ましたよ。なんか書いてあるけどわかんない。なんか書いてあるけど読めねえな。もなんだこれ。これもなんか書いてあったけど消えたんだろうな、多分。あ、裏がっていうか、壊れたやつを再利用してるやりかけっていう感じですな。まあ、あとでナビ見ようか。下手するとまた迷っちまう。こんな狭いとこで。コンクリートの方行けば多分何の迷いもなくつまらない結果になろうと思う。行って帰ってこれるからね。これは桜か。これも結構古くなっとるね。違うか、クヌギかな。小麦っぽいな。キノコだらけだべ。また脇道が出てきましたね。まあこっちはやめとこうか。こっち行こうか。また草ぼうぼうだで。大丈夫？これやっとっても。これやっとってはまったもんな。
つらそう。釜で借りたいな、これ。とりあえず足見晴らしの丘、ここが、え、嘘、どこがよ、どこに見晴らしがある、ちょっと待って、明るすぎるな。こっからさらに上登るってこと？いやー、ちょっとやばそう。ダメだろ。もうこの上に乗ったところで、あれが邪魔だもん。ダメだな。一応ここは草刈ってやるみたいだけど、登りようがねえわ。別の道があるのか。こっちか。わかるか、こんなもん。もう分かるかよ、草からんかとには。やめやめ、ダメ。でも登れるかい。もうちょっとちゃんとした階段つけながら、滑る。めっちゃ大成功ですよ。あれ。ちゃんと道あるんだろう、どうせ。あっちから道ありそうだね。どこが見晴らしだって。ないよ見晴らし。あの辺ちょっと山見えるか。はい、こんなもんです。バッタもようけおりますな。これは道付けが甘い。何、ここは穴掘れてるんじゃねえの、もしかして。大丈夫じゃねえな。その辺の木を
支えにして、ほら穴を、えらい穴を掘れてるやないの、やばいな。ここから降りられんの？まあちょっと戻ろうよ。多分なくはないけど、サボ覚えじゃどうしようもないな。ゴジラし。ゴジラし。まずいな。これはなってまうぞ、これ。ここもはっきりした道取りがないな。大丈夫？こっち断崖だぜ。大丈夫本当？大丈夫本当に。崖っぷちじゃないの。あかんあかんあかん、これはあかん。なんちゅうこっちゃね。どこから脱出すればいい？大幅に戻る？ん？パー突き抜けると活路があるんだと思うけど、ちょっとやれんな。もうおとなしい細い下道行こうか。ちょっと、
そんなに広いもんでもない。それは分かるんだけど、ちょっと脇入るともうぐしゃぐしゃやるな。やばいやばい。お、ちょうちょうよく。ブヨもよくおる。なんだこのブヨブヨ。ああ、くそ。どんぐりの森って、ここがそうなの？想像したより随分狭い範囲だな。うわ、何あの、あんなにいっぱい蝶々舞っとんの？ちょっと見えんな、それは。何あの蝶々の集団。あかん、映らん。動きが速いな。なとすんだっけ。まあいいわ。暗いわ。ああ、ダメね、映らんね。しゃ、ちょっとだけ紅葉しとる。あれ、こっちに、あ、そっか、こっから置いてきたんだね。この辺の方がよっぽど見晴らしいやぞ。どういうこと？ああ、もう私なこの部屋を。
うん、まあ花がいっぱい咲く季節じゃないしな。うわ、あんな下に道あるとどんだけ下ったり登ったりするの。この辺一番高いところら辺だろう、どうせ。罠がある。ここからずっと下りかな。まあ森林浴はという目的は達成されるし、あとにここがどんぐりの森ね。あの辺の上の方取ったんじゃない、さっき雰囲気的に。暗くなってきたで、明るすぎ。はい、ここ滑り降りたりするのかな。あれ二股になっとるぞ。ゆこりの森、ゆこりの森って端っこの方だって確か。この奥はそうだろう多分。こっちはまだあまり開拓されてないんじゃなかったっけ。なんかこの辺化石ありそうだな。泥岩、泥岩っぽい石岩でしょ。なんか化石ありそうだよね、これ。あんまり今日は探せんけど、もしかしたらあるんじゃない。はあ、ああそうだね、もう先はやっぱ未開拓、未開発だ。やめておきましょう。絶対あるよな、これ。1個ぐらい見つからんか。ちょっとはっきりしたのは見つからんな。割ってって多分出てくるはず。
岩すげえ下りや、滑りやんやろな。雨やったら滑るよね絶対。ちょっと頑張ったとこか。いい感じの濃淡が出ました。よーく穴開いとるぜこれ。虫おるんじゃねえか。うん、じっくり探せば見つかると思う。まあ今日はやめとこう。ゆっくり行きます。くつく大合唱だね。お、わたわた。何の花かわかんない。種に状態じゃ。どんどん下ってきてるんだよね。これが上の棚田からの続きだろう。ここら辺も化石ありそうな感じだよね。ちょっと崩れやすい。崩れやすすぎか。よけちょうちょう。なんで。無駄です。ネズミの谷ですね。昔水田だったところですね。だいぶ暗いな。
から飛んで、まず前はそこにあるね。ガードレールだぞ。触れ合いの。どうすん？こっちの方行ってみる？池あるよ。池なのかこれは。一応池のつもりなのか。水枯れてるけど。何ぞおるかっちゅうとおらんの。ただの排水溝か。イモリでもおらんかね。ほんと最近見ないよね、イモリくんも。ウグイスの森、ここが。まあとりあえず一周しましょう。やばいな。ズボンの替えは持ってないしね、さすがに。ここも棚だったんだね。彩りの森。料理言うからには紅葉するんじゃないの。お、蛇か。怖えな、もう。あれ、またウグイスの森。ミエセブンの森っていうのはセブンイレブンか。こんな感じですね。
また上手。これは、あ、イチョウだね。なるほど。イチョウは黄色になるね、確かに。っていうか、もう黄色になったやつあるんだけど、なんでや。ああ、暑い。ね、勝手に押しちゃった今。色があるぞ。天然水かな。うん、出ますね。綺麗かどうかはちょっとわかんない。あんなとこに階段あるけど、そこに行く道がわかんねえ。もっと草からな。この辺から入るかな。あかんな、崩れちゃったね。橋が落ちちゃっとる。はぁ、やばい。また道がわかんねえ。駐車場はどっちだ。そもそも合流するとかは分かんないじゃんね。ここでいいのかな。こっち行きに来た道やね。ってことはこっち行きにも駐車場か。最後はあの最後の上りが一番急。まあしょうがないな。まあ、プチハイキングですね。トレーニングには良いかもしれません。はい、はい、はい。あっち、あれ京ヶ峰だろう。あの辺の山が。
暑い。すみませんでした。いえいえ、とんでもないです。Mm-hmm.